2018 FIFA ワールドカップロシア決勝トーナメント1回戦が6月30日に行われ、フランス代表とアルゼンチン代表が対戦した。グループ C 首位で2大会連続ベスト16のフランスと、苦しみながらも逆転突破を果たしたグループ D 2位のアルゼンチンが激突。フランスはキリアン・ムバッペ、オリビエ・ジルー、ハントは、記事全文を読む。